鶏の煮込みそばを作っていきます。こちらは、お鍋一つで簡単にできて、お野菜もいっぱい取れまして、とてもヘルシーで、でもここはあるっていう、体にも、優しい料理になっております。材料ですけど、中華スープですね。でこちらが、鶏の白湯ガラを白濁させてコラーゲンを出したスープです。でこれが塩です。でこれがお砂糖で、これが、みじん切りの生姜で、これが、ネギ油ですね。ネギの香りを油に移した調味料です。でこちらが鶏油ですね。鶏油は鶏のお尻の周りの油を集めて油で炊いた、鶏の香りがするで保温力もある油ですね。白湯もしなければ、ラードと砂糖を少し多めにしてコクを出していただくと似たような味になります。鶏油は、大きなスーパー行くとちょっとカンカンで売ってるんですけども、なければなしで大丈夫です。こちらを使って、作っていきます。最初に、鶏肉ときのこ一回ボイルします。鶏肉ボイルしてアクを抜きまして、きのこは一回ボイルするとさっぱりした仕上がりになるので一度ボイルします。で皮が気になる人は皮取り外してもらって大丈夫なんで、今回は皮付きで、火の通りが違うのでもも肉からボイルしてください。で一煮立ちしてアクが出ましたら、アクをすくってザルにあげます。で次キノコボイルします。キノコは今日はしめじ、まいたけ、エリンギ、マッシュルーム、きくらげ、干し椎茸です。干し椎茸は戻しております。1回20分ぐらいボイルして下処理は済んでる干し椎茸です。本当にお好みのキノコ、安く売ってるやつをいっぱい買ってきて仕込んでもらえれば大丈夫なので、これもさっと茹でこぼす感じで大丈夫です。それが折れましたら最初にまず生姜ですね。生姜のみじん切りを鍋で香りが出るまで炒めてください。で香り出ましたらもうあとはスープと、白湯です。白湯を入れまして、そして先ほどボイルした、鶏肉、入れて一煮立ちさせます。そして沸騰しましたら麺を生のまま入れてこのまま煮込んでいきます。とりあえず沸くまで強火で、沸いてから弱火ですね。そのまま乳化させて、そのままスープにとろみをつけて、食べていただくということですね。中国語でウィーメンと言いまして、弱火でじっくりコトコト煮込む麺を、技法でやります。で沸きましたらキノコ入れていただいて、ここで味を入れます。お塩とお砂糖です。でこのまま約5、6分煮込んでいきます。で、これぐらいとろみがついてきましたら、先ほど紹介したネギ油と、鶏油を入れて、油を入れましたらちょっと強火にしていただいて、約1分間ぐらい乳化するまで、そのまま煮込んでください。で、油を入れてスープが白濁してきて、とろみがこれぐらいになってきたら、完成です。はい、盛り付けていきます。こちらの土鍋、事前に火で温めて
熱くなっている状態でございます。最初にちょっとだけスープを注ぎまして、あとは麺を盛り付けていきます。で麺を入れましたら上からスープをたっぷりと、今回は上から青ネギをたっぷりと入れまして、これで、鶏の煮込み麺の完成です。鶏ときのこの旨味たっぷり体温まる鶏の煮込みそばできました。